おお、ついに来た。団長何持ってるんだろう。気になるな。うわ武士の入れ立ちなのに投球フォームピッチャーみたいだな。いやまずい、これあやばいじゃん、これはいかん。どうしよう。いやこれダメだな。いや先手が取れねえ、これやばいぞ。飛行技でやられるぞ俺。あポケモン入れ替えるわけにもいかんぞ。しかし、うん、よく当たらんのにしよう。よく当たらん、あのさ、よく当たらんだ。これで相手の命中力下がる。よし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 、ハッツーレロ、ハッツーレロ、ハッツーレタ、ハッツーレタ。よしこのまま行こう。力技まずい。つまめ返し行こう。いやリーフブレードでいいか。いや普通のつまめ返しいいだろう。うわ減らねえ、ハッツーレロ、ハッツーレロ、ハッツーレタ、ハッツーレタ。よしいいぞ。マジか、相手早すぎるだろ。この方、あーでもどうなんだろうな、リーフブレード今一つの方がいいのかなね。効果60とさ85ってどうなんだろうな。85でやってみるか。吸収で当たりやすいし。当たれー、あー当たんね、あーやばい。何でこせっか、ロドー体育アラバさん、あー卑怯なり、デンボック武士のすることか。くそー、どうする、何が出てくるかによるな。電木さんのことだから次何出してくるんだろう。水タイプとか来たら終わり。電気、あでも丸前いいな、丸前に10万ボルト、10万ボルトで削れるんじゃないか。行こう、なんかピンチったら自爆すればいいんだ。よし、あいける、10万ボルトいけるぜ、多分落とせるだろう。いいぞ、よし。さあ次のポケモンは地面タイプ以外がいいな。カビゴン、やばい、あまずい、カビゴンか、まずいな。でもここ耐えればいいぞ、いけるぞ。でも自爆はまずいな、カビゴンの技次第だな。ちょっとマキに刺したいな。カビゴンが早技使ってきたら俺も次先手取れるかっていう話だよな。これで落とされるとまずいんだよな、マルマイン。でも10万ボルト使おう、ここはマキを置きたい。マキしろ、マキらねえ、よー耐えたマルマイン、頑張った。よっしゃ、俺の仕事はこれで終わりだ。いいかー、ちょっと待って、マルマインターン2個あったからさ、1回攻撃した感じ分かったじゃん。あれはいやー俺これ俺のミスだ、マルマイン、すまん。相手残ったな、クソまずいぞこれ。これはどうする、ギガインパート使ってくるから耐えた方がいいな。あーこれ俺のミスだ、10万ボールやってから自爆でよかったじゃないかよね。それでよかった。あでも取れ、これでいいんだ、これでいいんだ。まあハパッチオッケー、いい結果オーライ。よし、カビゴンって弱いからな。さあお次はゴローニャ、オッケー、よし先手取れる、よしオッケー、いけ。ここはインファイトでいいだろう。いや待って、マハパンチか。いやこれはインファイトで、いやでも下がりが、守りの力が下がるんだよな。いやでもここは力、あー力技インファイトはきついな、これ厳しいな。ゴローニャ先手取られるよりは力技インファイトでいけるかな。で守りの力下がっちゃうんだよな。マッハパンチがな、こんな感じだから、落とせたとしても次相手のポケモンにターン取られちゃうよなこれ。インファイトするか、いやマッハパンチでゴロネが何使ってくるかによるよな。悩ましいぞこれは。いやしかしインファイトで行くべきだろ、ここは確実に落とせる方で、これで行くべきなんじゃないかな。でも2ターン回るのはきついな。たとえこれでミミロプやられたとしても次の一撃で倒せるから、いい、いける、インファイト行こう、行け、いいよいいよ、ナイス、それでいい。なんとそれは、それだったら、だったらこうですよ、マハパンチ行け、敗着ですよ、薬に頼るなんて。マハパンチ効かねえ、ここはもうインファイト行くべきだろ、行け。
どうせ守りは下がってるんだ。ゴロゴロを沈めろ。おら、いいぞ。よし、よっしゃ。さあ次はピクシー、瞑想。おお、嫌な技使ってくるな。おし、オッケーオッケーオッケー、耐えた。マハバジきついな。ドレインキス効果あり。ダブルアタックする。いや、ドレインキスでいいかな。いや、インファイト、今一つなんだよな効果が。だったらドレインキスなんじゃないかな。普通にドレインキス。じゃあピクシーもドレインキス使ってくるんじゃないか。うわー、勝てー。うお、あの、でも結構残るな。結構残る。あ、力のドレインキスでいいじゃん。でも回復あれ、回復量かな。あ、マッハパンチ行こう。マッハ、オッケー、オッケー、よし、全然減らねえ。うーん、戻った戻った、魔王の力戻ったぞ。戻ったけど、ここ薬使うか。いや、ここはあれだな、元気の塊だ。あの子からもらった元気の塊を。あれあれあれ、あれあれあれ、いや、元気の塊ねえんだけど。あれ、俺どこ行った。あれ、置いてきたよ。としてマジかよあの子からもらった元気の塊がねえ。いや、マジか。あー、これきつい。いやー、いやー、元気の、あー、持ってくんの忘れたー。なんかラストエリクサー使いたくない病が発動してしまったな。いやーでも、いやー、持ってきたかったなー。いや、でもしょうがない、それはしょうがない、しゃあないので、どうするか。まあ、インファイトで削るか。どうせ次でやられるし、削るだけ削ろう、インファイトで。 OK。 うわ、全然減らねえ、ほんと減らない。よく頑張ったミノップ、ナイスだ。よし、じゃあ、ここはもうランパルドでしょ。うん、ブラッキー使わないかもしれない力ザイアンヘッドでいいんじゃないかい。言ってくれ、電木団長の石頭にお前の鉄頭をぶつけるんだ。いいぞ、よーし、頭の勝つならうちのポケモン負けてませんよ。私たちの生活を脅かすのはポケモン排除せばならんのだ。脅かすならね、そうさせないようにしないと。俺が誠の強者よな。おおお、なんと、おお、申し訳なかった、この通りだ。あ、なんだ、ちゃ、やっぱちゃんと団長だな。なんか正すべきところは正してる感じが。中心よりお詫びする。なかなかできないですよ、頭下げるなんて。今更は銀河団と、いや、神凪の民のため、翡翠のポケモンとの力を貸してくれ。うん、赤い鎖を使おう。まあどうなるかわかんないけどね。実は呼び寄せちゃうもんかもしれないけどね。うん、いやー、うん、そうだね、元気の塊を買っとこう。うん、いや、どうしようどうしよう。もうこの後ポケモンバトルありそうだな。あ、全回復してやった。あれ、ペリーナさんとかいなかった、ここに。いねえ。え、てか誰もいねえんだけど。え、帰った、みんな白状すぎない白状すぎん、みんな。どこ、間違えた、どこ、これ行っちゃう。あ、いた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 、あ、あ、あ、ここか。オッケー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 。あ、ポエムじゃないこれ。あ、やったな。どんなポエムなんだ、最後のポエムだろうな、多分。あ、違う、最後でもねえよ。読んでみようっと。うん、天に思いを届けよ、人々はそう語り合い、天の山のてっぺんに石を積む、人ポケモンと共に石を積む、人を集めた石を掘りポケモンの姿を刻む。あ、だからああいう絵があったのか。刻まれた銃の僕も神王様の光を浴びたもの。うん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 、ガチグマとかウィンディとかってことか。どうもどうも。あ、うん、なるほどね。警備隊の人ですか、これは。あ、そうか、訓練場で戦った人か。うんうん、 OK。ちょっと待って、俺、持ってくるわ。自分のアイテムボックスから、
あの子にもらった元気の塊を持ってくる。使わせてもらおうよ。あった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 。オッケー。あと何で持ってこ、なんか強くなる系の薬を持ってこうぜ。持ってたかな。あーこれこれこれ守りの、あーこれこれ持っとこう。うん。持久戦になりそうな気もするからな。行きましょう。ブラッキーさっき戦ってなかったから、戦うことになったらブラッキーまず戦ってもらおうかな。お、これは歴代の、そうか、キングたちか。バサギリ、怪しいし、うん、ガチグマ、ドレディア、うんうん、10匹の英雄ね。10匹のポケモンね。1人の英雄と一緒に戦った10匹のポケモンたちか。うん、ここで戦ったんだろうな、神王様と。で、ここに祀られてるんだ。昔は勝ったんだろうな、英雄が。うん、こうして見ると結構まんべんなく揃えてる感じするよね、属性もね。うん、隙がない感じがする。うん、鋼が足りないか。いや、クレベースが鋼っぽいか。うん、あれ、ワサギリも鋼とかありそうだな。あとゴーストとかがないのかな、属性としては。まあ10匹もいりゃあね、大体のポケモンには対処できるからな。うん、これ丸まいんだよね。なんか昔の方が目つきが鋭くないかい。昔の方がちょっと、うん、ちょっとでも嫌なことがあったらすぐ爆発するみたいなね。お、じゃあ目つき違うじゃん。あー、ほら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 、あ、今の方が、うん、だいぶ丸くなったね、お前ね、うん、文字通り。あ、喜んでる喜んでる喜んでる、でしょみたいな感じ。よし、まあお前の仕事は自爆だから、うん、そこは間違いないね。行こう。お待たせしました。うん、いよいよだな。うん、よし、ついに行きますよ。もう近いね。うん、赤い癖使う。天に掲げるだけでいいのか。え、どうした？私の頭に、心に話しかけてきてる？おー！赤い鎖、よく来たな。我を捕まえろ。そうか、貝の精神を乗っ取った。貝を通して話しかけてるか、俺らに。使用者は語りかけてくる。おーおーおー、また赤い鎖、よく来たな、我を捕まえろ。来たるべき戦いに備えて。来たるべき戦い？持っていけ。あ、ありがとう。回復の薬か何かですかね。ハイパー、あ、捕まえるの？アルセウスを捕まえるのかな。我ってのは誰のことだ。神王様かな。来たるべき戦いに備えて。神王様のすぐ後に戦いがあるとか。敵は神王様なのか、これ。おおおおお、にょーんって開いた。あー、でけえ、来た。あ、違う、これリアルがパルキアのパルキアだ。どっちだっけこれ。確かこれパルキアだったかな。うわあ、赤くされた。あー、で捕まえるのか。なるほど。おーおーおー、どうなった。あ、あれあれ、お、割れちゃったけど、どういうこと。ちょっとー。言い伝えとは何だったんだ一体。おお、弾けちゃったじゃないかよ、赤い鎖が。ブラッキー、行け、行ってこい。これは捕まえるべきなんだろうな、多分。いや、パリケーだ、よし。うわあ、ハイドロボブ。ああ、よし、当たらなかった。オッケー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 。これは捕まえたいぞ。どうしよう。つぶらな瞳で攻撃力下げるか、まずは。レベル高え。つぶらな瞳かな。うん。どんなやつもつぶらな瞳の前には効果が。うん。穴目で見つめられちゃう。さすがのバルクが、うっ、その目やめてみたいな感じになっちゃう。あとは、バークアウトかな。いや、悪の波動だろ。うん。悪の波動だ。オッケー、減ってる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 。よーし、ナイスナイス。さすが特防高いブラッキー。悪の波動もう一発いけるんじゃないか。いいよ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 、全然いいよ。オッケー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 。ブラッキーちょっと回復しておこうかな。すごい。あ、いや、お盆飲みしよう。お盆飲み初めて使います。お盆飲み、あ、ダメな。いいね。
ハイドロポンプはそんな命中率高くないはずだから、どっかで外れると思うんだけどな。で、技で、悪の波動を早技にして赤にしよう。これでハイバーボールじゃないか。よし、あとは耐えよう。相手がセミタックしてきたら終わりだけど。さあ、ハイバーボール投げるぞ。よし、行ってくれ。ほら、魂を込めて。手汗がいっぱい染みついてる。ずっと握ってたから、これ。よーし、よーし、よし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 、さすがここのつぼしだね、しおちゃん。なめるなと。レベルが違うぜと。うん。いや、これ、新王様じゃない。これは違う。違う。違う。砕けちゃったのは、なんかあれじゃない。力が強くなりすぎてるんじゃないか、新王様の。想定を上回る強さなんじゃないか。いや、違う。今のはパルキアだ。でも、わかんないよな。戦ってるぞ、他の瞬間をきちっと見ましたよ。調査隊の誇りなのです。うん。来たるべき戦いに備えて、やっぱり新王様か、ラスボスは。新王様、いや、パルキア様が心に話しかけてくるよ。捕まえたのに。時空乱れ崩れた力関係。荒ぶる一匹やってくる。我、そのために降り立ったぞ。もう一匹やと電ボさん、素の関西弁が出たぞ。もう一匹やと無理やろ関西弁なんだが、この人。上都地方出身なのかな。電木様、電木団長が関西弁使うってのここでわかんのいいな。無理やろ居酒屋のおっちゃんになっちゃった。おお、来た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 、来よった来よった来よった。あー、これはディアルガだな。来たか。よし、今のうちにモンスターブル握っとこう。え、逃げろって？マジかよ。マジか。あ、もう一回バトルするかと思った。どうするんだ、どうする、どうする、どうする。グギグババーグ。ひねり出してるな、いろいろなものを。戦いなのに大逆、大逆や。引けひとまず山頂ベースまで戻るで。でも団長どうしちゃった一体。でも旦那なんかその口調が放っておけないよ。電木団長がここに来てちょっと情けないキャラポジに。アボカー死んだら終わりやろうが。お前も早さらんか。だ、ここまで書いてたの。もう団長の口調で全部持ってかれちゃいました今のが。うん、調査は無理。そうか、パルキアとディアルガが均衡を保ってたのにパルキアを捕まえちゃったから、均衡が崩れちゃったのかな。裂け目から放出されるエネルギー、あれが不思議な雷として溢れ、キングたちを現していたのでは。私たちがそれぞれ崇めていた神王様はどちらも本物なのか。うん、だからあれか、そうか、パルキアとディアルガのことか。そうか、真珠団がパルキアで、混合団がディアルガみたいな、そんな感じか。ちょっと細かい設定まで分かんないんだけど、どっちかが時空でどっちかが空間ってことか。どっちかが時間でどっちかが空間か。驚くことばかりだな、電木さんの話し方といい。心よりお詫びする。ああ、やっぱりそうか、上に立つ者としては標準語を使わなきゃいけない感じだったのかな。うん、ムベさんあたりは知ってるんだろうな。わあ、電木ついに使ってもうたかみたいな。そんなに焦ってたんか、悪いみたいな。ちょっと芋づる手いきますか、この後。死を信じた園たちの目が正しかった。そして死を、私は身勝手な一存で銀河団を追われ、ただならぬ苦労させたというのに、よくぞ翡翠地方のみんなを助けてくれた。時空様にほっとくわけにもいかねえし、電木さんは何より事情があるようだからね。信用不信者の件ですが、
余裕に一人ぐらいも目の前の事実と向き合う。まさに学者先生って感じだよな。頼もしいな。潮の影響か、皆がたくましく変わっていく。まあまあね、うん。そうなんだよな。でも鎖は砕けちゃったんだよな。うん。なんか効果あったよね、見えないけどな。あ、そうか、多少パルキアの、変なあ、悪の波動みたいに、うわーって出てたじゃん。を防いだ効果があったのか。だから戦えたんだ、俺。でも、ディアル側は、赤い草になかったから、なんか出てくる、よくわかんない、グギャグギャーのオーラで、に当てられちゃったから、うわー、ダメだ、退却しろってなっちゃったのか。じゃあ、赤い草にもう一個必要だな。バルキア様教えてくれたよ。うん。そう呼ばれているんだって、全然こんなことも教えてくれたの。宇宙始まりの石。赤い鎖。人が作りし器。それら合わせ乱れし時間を収めよ。パルキア様と共に神殿に迎えだって。赤い鎖のかけらならあるぜ。人が作りし器だもん。おお、さすがラベン博士。いいね。宇宙は始まり、あ、違う、宇宙始まりの石ってなんだ。進化の石かな。キクイならわかるかも。鉱物への理解が深くて、いつも鉱山資源の採掘を行っている。宇宙始まり、太陽の石かな。どうだろうか。それは心強い。うん。お、そうです、塩くん。あいつたちが、ああ、そうだ、そうだ、そうだ、プレートあったな。ウォロさんがおっしゃっていました。お借りしてもいいですか？あ、はい。ちょっとまじまじで見たことなかった。全部あるのかな、プレート、これ。あ、大地のプレートに刻まれた。宇宙生まれしときその欠片プレートとする。じゃあ、このプレートをつなぎ合わせれば一つの石になるってことか。うん。プレートに似た性質の石を探すのです。キクイクはウォロさんに頼まれ、そうした石のありかに心当たりがあるとか。金剛集落でもプレートについて聞き回っていたことがあったな。うん。ウォロさんはどこ行った？一足先に逃げた？オリジン鉱石を探すのです。おお。なんと、まだ続く。準備を整えてまた神殿に行くのか。うん。聞くよ、山頂ベースに呼ぶ。ああ、よろしく。これ、あれかな、同行者によって、最初さ、結構前にさ、関と一緒に行くかさ、海と一緒に行くかを選んだじゃない。あれで選んだ方のポケモンが、さっき出てきたのかもしんないね。順番が逆になるとか。関を選んでたら、多分ディアルガが先に出てきて、ディアルガを捕まえて、で、パルキアが出てきて、グギュ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 ってなっちゃってたけど、今回、海を捕まえたから、パルキアが捕まえられたとか、そういう感じなのかもしんないな。うん。同行するものによって展開が少しその辺が変わるとか。うん。お招きはな、あ、椿だ。椿自ら馳せさんじましたよ。うん。役目をくれよ。リーダーといえばリーダーと。おお、真面目。応援。保険キャプテンキングを世話したら、集落のみんな落ち着かせているぜ。人には向き不向きがあるのだよ。でもアルマインっていう一番やべえキングいるんだからさ、落ち着かせといてくれよ。あなた腰抜けではなかったのだな。褒美を持ってきたのはいわゆる椿なりの激励。椿賞と言っていいね。なんだろう。スイートトリュフ。え、うん、その辺に落ちてないこれ。まあありがとう、もらっとこう。うん。キクイだよ。似合わない帽子、似合わない大事なお役目。お前は言葉を選べ。つば気に入らないね。翡翠の功績は大事な、それに早くは目をつけていた。俺が大事な場面で働くのも当然。文句があるのにしたらバサゲージと勝負するかね。まあまあ、喧嘩しないで。ね。マルマイオグロー放電させますよ、しびれさせますよ。いや、キングはお前たちのポケモンじゃないから。吐きしげないように。うん、仲良くしてくれよ。うん。どうしてこう、席以外に喧嘩売っちゃうのがね。素直じゃねえな。
新時代の新王様ならぬバルキアの言葉を聞いたんだろ。集落じゃ大騒ぎで関は何をやってるんだって。ああ確かに俺には声が聞こえねえみたいな。キクイ頼むぜ。うん、太古のホラー穴。おお、太古のホラー穴ってどこだろう。採掘石の場所に向かう。ああここか。あ、はいはい、ここか。じゃあそのまま行っちまうか。よし。そういえば、あ、捕獲が200匹になってる。やったじゃん、パルキア。パッ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 。あ、いた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 。捕まえた数、ああ1匹しかいないからだ。アクアテール、アク切断力。ああ、これすぐ物価が生まれそうだな。パルキアの図鑑見てみたいなね。うん、せっかくは連れて行こうかな。必要になりそうだしな、バルキア。ブラッキー、さっき頑張ってもらったから、じゃあブラッキー休んでもらって、バルキアを連れて行こう。バルキアどこ行った？バルキア、これポケモンのさ、牧場さ、並べ替えとか欲しいですよね。ね、どこに何がいるかさっぱりわからない。バルキア、バルキア、バルキア、バルキア。パルキア。パルキアどこ？パルキア。どちら、どこにいる？うわ、見つけ、いや、いる本当に。あれ？あれ？いたい。オッケー。うん、さすがレベル高いわ。オッケー。で、スイートトリュフもらったのか。スイートトリュフね、さっきあんなこと言っちまったけど、そんなに持ってないかもな。あ、道具の材料か。せっかくはクラフトしてくかね。あ、結構使うじゃん。あべこべ焼き。あ、はい、なるほどね。薬系作りたいんだけどな。うん。うん、まあ、なくても大丈夫かな。うん。オッケー。じゃあ飛んでいくか。時空の歪みはいいとしてですよ。ホラー穴か。あそこだ。こちら。そうそう、さっき話し忘れたけど、灯火がね、あと何個だっけな。灯火がそんなないんです。そんなに。あとね、どのエリアもね、数個だけ。2個とか1個とか。あ、そうだな、これホラー穴から戻ったらゆらちゃんだっけ、ともしびのミッションもしてもいいかもしれないですよね。これ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 、うん、結構報酬もらえるんじゃないかなって感じ。お、ダイノーズがいる。で、ここでいいのかな。よいしょ、オッケー。ここに1回来たことある。あ、これ